ドイツ統一行進曲作品227は、ヨハン・シュトラウス一世が作曲した行進曲。ドイツ統一のマーチ、統一ドイツの行進曲とも。1848年革命のさなかの5月18日に、オーストリアやプロイセンなどをはじめとするドイツ諸法の統一を議題とするフランクフルト国民議会が開かれたことが作曲のきっかけである。7月26日に、 ウィーンのフォルクスガルテンで荘演された。同年に、トビアス・ハスリンガー社から出版された、ピアノフの表紙には、シュタイアー・マルク州の山岳風景をバックにした、摂政オーストリア・大公・ヨハンと、七千帝公の文章が、ドイツ・バンザイという言葉と共に印刷されている。軍楽隊用の編曲はフックスが、弦楽・オーケストラ用の編曲は、フィリップ・ファールバフ・ハイス制が担当した。マルチャ。 楽譜は一時的に使用不能です。この更新曲は、巧妙な、ラデツキー更新曲の直前に書かれたものであり、シュトラウス研究家で、シュトラウス作品の編曲者としても知られる、マックス・シェーン・ヘルは、形式、戦律構成の点から言っても、ラデツキー更新曲に次ぐ傑作と高く評価している。ドイツ統一更新曲と、ラデツキー更新曲は、かなり近い時期に作曲されたため、 ロッシーニのオペラ、ウィリアム・テル序曲を想起させる動機のリズム構成など、多くの共通点が見られる。火星は、ラデツキー行進曲よりも多彩で、メロディーにはアルペジオが多用され、これによって、歌曲的な柔らかいメロディーラインが生み出されている。オーストリア併合後のナチス・ドイツの藩と、この行進曲は長らく紛失したと見られていたが、1938年3月の、 ドイツとオーストリアの併合の直後、指揮者エドワルト・プフレガーによって幸運にも偶然に再発見された。4月初めのいくつかの新聞記事では、ヨハン・シュトラウスとドイツ帝国の併合、再発見された作品など、政治的な宣伝効果を狙った見出しが踊った。ナチス政権の下で政治的プロパガンダの歌詞が新たに付けられた。歌詞はその歌詞の一部である。 革命へ、ドイツ統一の機運が高まった1848年と1938年の状況を同一視することで、ナチスは独王併合をスムーズに効果的に進めようとした。この新たな歌詞もナチスの現在進行の政治状況に合わせて歴史を読み替えようとするものであった。著名な作曲家によるドイツ統一行進曲という題名の曲はナチスにとって 政治利用するのに大変都合が良いものであった。かくして、シュトラウス一世の時代の歴史的背景を、作曲者自身の叶えられなかったドイツ統一への夢として表現することによって、新しい歌詞の編曲審判は世に出されたのである。ABCDEFG オータ P12、AB オータ P13、ABCD オータ P15、ありがとうございます。